台北228記念館は台北市の228和平公園内に2.28事件からちょうど50周年となった1997年2月28日に正式に開館した同事件を記念する展示施設記念館の初代館長は実業家で社会運動家としても知られた洋博文が務めた建物はかつて日本統治時代に 台湾放送協会の台北放送局の演奏書であった。台北228記念館の展示内容は常設展覧と陶器展覧に分かれており、前者は12の単元からなる展示によって228事件の歴史的経緯を解雇するものであり、後者は定期的に展示会がなされる。館内では中国語、英語、日本語による 自動音声ガイドを用いて観覧する。月曜日から日曜日まで、毎日10時17時。高休日、連休中は常時開館し、別の日に休館する。毎週月曜日、及び高休日の翌日は休館。入場券は新台湾ドル20元。悠々カードでの支払いもか。12以または65以上の民衆。各種の学校に在学する学生、生徒。 予約申請し、文化局の承認を受けた、ガイド付きの見学、学習目的の団体。台北市の低収入世帯証明を持つ者。228事件の受難者、及び、その家族。吉道義勇警察、義勇消防、義勇警察、及び、民防団体などの構成員。心身障害者、及び、必要な同伴者1名。文化局の承認を得た。 各種の学校の校外教学活動、交通部観光局のガイド認定を受けている者、文化局の承認を得て、便利業務、ないし、教育宣伝に従事する者、台北市原住民長者使用し友情館接し、有待要点に基づく、五十五歳以上の台北市原住民長者、行政員の定める、公費、表に指定された休日、労働節および、 軍人説、228事件の月、国際博物館の日、世界人権ー、その他、文化局が広告を経て、無料開放を定める日。台北放送局は、当時は台湾で一番のラジオ局であり、この建物は1930年代に台湾総督府の永家鍵師であった栗山俊一によって設計され、春工後からラジオ放送が始まった。 第二次世界大戦後は中国後派公使がこの建物を接収してラジオ局として使用していたが1972年には台北市政府がこの建物を獲得した1996年台北市政府はこの建物を台北228記念館の施設とすることを決定した2019年台北市政府文化局は放送亭の戸籍登録より20年 以上遅れてた手屋も、一皿戸籍に編入することを決定した。2014年8月、台北市議会議員の関与、案、挙縮課、林進将が、記念館を訪れた際に、文書資料室で、画家、合影金絵の作品、アメリカ領事館が、資料箱の中に折りたたまれて入っている状態で、発見された。台北放送局に関するカテゴリー。 ありがとうございます。